ライバージャパンプレゼンツダブルフェイスのチャービラさん、2022年3月26日第8回放送を迎えました。ライバージャパンプレゼンツダブルフェイスのチャービラさん。この番組は2人組ユニットダブルフェイスの三振ボーカル担当のエイちゃんと一期一会コーラス担当のマーサーがお送りいたします。普段の活動は皆様に馴染みのある沖縄ポップスや琉球民謡を中心にオリジナル楽曲を織り交ぜながらライブ中心の演奏活動を行っています。最近ではワンセブンライブという配信アプリで世界中の人々に沖縄の音楽を届ける活動も行っています。この番組ではつながるつながろうをコンセプトにリスナーさんとメッセージ投稿をコメントでつながり、メインコーナーでは沖縄県内でさまざまな分野で活躍する方を週替わりでゲストに招き、ラジオをお聞きのリスナーさんともつながって大きなゆいまるの輪を広げていこうという番組でございます。タイトルにありますライバージャパンって何と思われる方がいると思いますので紹介させてください。ライブ配信を通じて豊かな自由人を生み出し続けるを理念とし、配信内だけでなく実社会でもつながる価値提供を目指しているライバー事務所でございます。今では僕たちの仲間が8000人を超えたそうです。すごいですね、8000人。この番組では事務所の垣根を越えて沖縄県出身や沖縄県在住などの素晴らしいワンセブンライバーさんもご紹介できたらなと思います。番組ではメッセージを募集しています。ゲストへの質問はもちろん、週替わりのお題に沿ったテーマやあなたの身近に起こった些細な出来事、我々に聞いてみたいことなどお気軽にお寄せください。メッセージは797@fmginowan.com、 もしくは我々のインスタアカウントの DM、 すべて小文字で w_face.、 そして数字で3415と検索してお送りください。我々が配信をしているワンセブンライブでもこのラジオが楽しみいただけます。この番組の生放送はもちろん、収録でも配信を行っています。このワンセブンライブとは、ライブ配信を通じて世界中の人たちとつながり仲良くなれるライブ配信アプリです。ライバーと呼ばれる配信者にコメントやギフトアイテムを送って、あなたの応援の形を配信者に直接届けられるのが魅力のアプリです。ワンセブンライブの検索ページでダブルフェイス沖縄と打ち込めば、我々のアカウントページに飛ぶことができます。この番組の生放送はもちろん、収録の際も配信を行っていますので、ぜひぜひご覧ください。この放送はリッスンラジオ、リスラジ、またはスマホアプリマイチューナーラジオから全国どこにいてもこの放送を聞くことができます。また FM ギノワンには YouTube チャンネルがあります。生放送の際は放送の様子を映像で見ることができます。リアルタイムで聞き逃した方は後日音声のみとなりますが、放送をお楽しみいただくことができますので、ぜひチェックしてみてください。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではこの後夜7時までお付き合いよろしくお願いいたします。お願いします。はい、と8回目、お、もうそんななった、もう8回になりましたね、放送。うーん、早いね。もうね、だいぶ慣れてきたんじゃない？そうだね、少しずつですけど。あの、早く生放送をやりたい。そうだね、生放送やりたいね。うん、リスナーさんに怒られちゃうなずっと収録、君たちずっと収録かよって思ってる方多いと思うんですけど、うん、なかなかね、4月も、うん、そう、でこの僕たちダブルフェイスのチャービラ祭で毎週土曜日、うんうん、18時からの放送なんですけど、うん、毎週4月もね、毎週土曜日ステージが入っちゃって、
そうなんですよね。これがまた19時からなのでね、うんうん、生放送ができなくて4月も、うん、もう2時間前にはもう現場にいるもんね。そうなんですよ。なのでね、また来月も生放送が難しい。どうにかメンバーをね、工夫調整してできればいいですけどね、うん、4月でちょっとやっときたい一度は、うん、でそしてね、我々のやっぱりダブルフェイスの歌もね、生でねお届けできたらなと思ってますけども、いいじゃないですか、三振と一期一会使って皆さんにね聴いていただける、うんうん、オリジナルの曲ねたくさんありますので。そうですね、うん、これもねみんなに聴いていただきたい。だから なるべくね生放送できるようにしますので、皆さん期待しててくださいよ。楽しみにしててください。それでは一旦 CM です。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。 NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。何食べたい？お肉。牛角カルビとダブルタンボ。黒糖さつバター。美味しい。ラーメン食べるか。ライス食べたい。美味しい。やってる。牛角宜野湾店好評営業中。子供から高齢者、障害のあるなしに関わらず、地域のみんながつながり安心して暮らせる地域になりたい。宜野湾市社会福祉協議会では、あなたの困っていることや不安なことをみんなで考え、話し合い、つながり、見守っていく地域支え合い活動委員会、そして中学校区エリアの協議体があります。みんなが支え合える地域づくりを一緒に取り組んでみませんか？生活に困っていることや地域づくりに興味がある人など、お気軽にお電話ください。 892-6525 宜野湾市社会福祉協議会。交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。ダブルフェイスのチャービラ祭をお届けしています。早速ですが、このコーナー、ダブルフェイスとユンタク足場。このコーナーでは毎週テーマを決めて、そのお題に沿った投稿を紹介するコーナーとなっております。メッセージは797@fmginowan.com、 または我々のインスタアカウントの DM、 すべて小文字で w_face.3415、 数字で3415と検索してお送りください。それでは今日もたくさんのメッセージ紹介したいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。やっとようやく、テーマが、はい、決まりましたね。テーマ決まりました。今回のテーマ、何ですか？恥ずかしかった出来事でございます。はいはいはい、はいはい、たくさんあるよね。あるある、たくさんある。じゃあ早速読んでみましょう。はい、ルビルビさん、はいさーい、はいたーいからの、今日もイケメンすぎるダブフェイ様、アストレア、お疲れ様でした。本日のテーマですが、私はダブフェイに出会うまで沖縄ソングに全く興味がなく、ダブフェイが歌う三線の羽やかりゆしの夜など、すべてがダブフェイのオリジナル曲だと思っていました。なるほど。ダブフェの歌ではないことに気づいたのは2ヶ月ほど経過してからでした。おお、追伸 CD デビューが待ち遠しいです。ルミルミさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。なるほど、今まで歌ってた曲が僕たちのオリジナル曲だと思ってたってことですね。
2ヶ月間、2ヶ月間ずっと。なるほどなるほど。ルミルムさん、いや、僕たちの曲と思い続けて聴いていただけたら嬉しいですこれからも人の怒られちゃう怒られちゃう。いや本当ありがとうございますルミルミさん。ありがとうございます、うん、では続きまして、はい、ハイタイ。昨日はラブフェの提供を作りながら寝落ちしたラキシルです。ありがとうございます。さてさて、今日のテーマの恥ずかしかった出来事ですが、うん、それはもうラブフェに生で会ったこと。おー、うん、嬉しい。公演も最高すぎたんだけど、公演後に流星メンバーのお見送りで恥ずかしすぎて前に進めないことをみんなに背中をグイグイ押されたり、うん、それでもなんとか握手してもらったりサインもらったりしてめちゃめちゃ嬉しかったです。お、私の宝物。今度はいつ生で会えるかな。次また生で会えるのを楽しみにしています。ではまたやー。ラキシルさんでした。ありがとうございます、ラキシルさん。いや嬉しいですね。生の流星太鼓のメンバーを見れて。そう、本土からね、そう来てくださって、公演に。嬉しかったね。めちゃくちゃ嬉しかった。お会いできてね。うん、こっちも泣きそうだった。ね、本当に、うん、もう嬉しかった。ありがとうございます、ラキシルさん。はい。続いてのメッセージ紹介しましょう。匿名希望です。エイタ君、マーサ君、リスナーの皆さん、こんばんは。毎週お二人のラジオを楽しみにしています。リアで聞けないけど優しいリスナーさんから録音データをいただいています。初のお題、恥ずかしかった出来事、たくさんありすぎるので幼い頃のことを一つだけ。友達と港から停泊中の船に飛び移る挑戦をしていて、こんなん簡単やん、自信満々で飛んだものの船に届かず勢いよく海に落ちたね。近くにいた漁師さんが助けに来てくれましたが、自分もランドセルの中も海水でびしょ濡れ。それからしばらくは港に行くと飛ぶなよ、大人たちに注意されて恥ずかしかったな。運動音痴が見栄を張るとダメだね。お二人の恥ずかしかった出来事も聞かせてくださいね、ということでメッセージいただいております。ありがとうございます。なんか分かる気がしますね。挑戦してこの、あ、大丈夫だろ、これ余裕だろうと思ってやったことが実際できなかった時って恥ずかしいですもんね。恥ずかしい恥ずかしい。分かる分かる。なんかここまで行ったら飛べる、ここまで飛べるだろうって言って、うん、なんかすね打ったりとか。あるあるある。分かる。でチェーンがかかっているやつを飛び越えようと思って勢いよく走ってチェーンに引っ掛けて、あるある、顔から打つとかね。あるあるある。よくありますよね。あるある。恥ずかしい、あれ恥ずかしいですね。もう子供の時なんてこんなのめちゃくちゃいっぱいある。めちゃめちゃいっぱいある。わかりますわかります。うん、ブランコの、うん、めっちゃ声でさ、うん、ヒューって前に行くやつ、飛ぶのブランコって囲いされてさ、その前に、はいはいはい、これ飛び越えられるかっていうやつ。怖い怖い怖い。いやいや、ジャンプして、うんうん、で案の定できなかったっていうとかがありますね。似た話はめちゃくちゃいっぱいありますね。ある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 。いや、ありがとうございます。恥ずかしいね、本当にこういうのはね。はい、ではでは続きまして、うん、ダブルフェイスのエタニーニーマサー、そしてダブルフェイスを応援している皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。埼玉のゴーでーす。おー、ゴーさん、ありがとうございます。収録お疲れ様です。はい、ちょっとこのまま FM ギノワンで収録放送が一番多い番組の記録を作ってみましょう。順調に伸びそうですね本来はこれ生放送の予定だったんですけどね。そうそうそう、一度もやってないね。早くやりたいけどそれはさせておき、うん、メールテーマ、はい、恥ずかしかった出来事ですね、うん、恥ずかしいとは何ぞや、心底恥ずかしいって思ったことあるかなって必死に考えた結果、うん、ないない。どうしよう、多分自分が恥ずかしいって感覚がないかもしれないせっかくテーマ考えてくれたのに、ソーリー。ではではラジオ楽しみにしています。縛りをダブルフェイス。いやー、ということでゴーさん、ありがとうございます。ある意味羨ましいですね。羨ましいね。ね、羨ましい。恥ずかしいなんて思ったことないという、ある意味なんていうんですか、羨ましいねえ。そうなんだ。いやいいですよ、ゴーさん、ありがとうございます。ないのにこんなしてさ、うん、メッセージも送ってくれるの本当にありがとうございます本当ね、ゴーさん、いつもありがとうございます。はい、続いて紹介しましょう。カッパさん、はい、はい、さーい。今週は
日本各地で雪の降った寒い1週間でしたね。沖縄では街路樹のブーゲンビリアが咲いたというツイートを見て暖かいんだろうなと思っています。今週からユンタク足場もテーマがあってメッセージを募集されていましたね。恥ずかしかったこと、今でも忘れずにいることを一つ。ちょうど今頃の出来事なんですが、入社式で寝てしまったことです。前日は緊張で寝られず、早朝に仮眠程度で慣れないスーツを着て本社の東京へ長野から移動しました。全国から新入社員が集まり、とても大きな会場で行われました。寝てしまったのは入社式開始から10分程度だったと思います。隣の知らない男性に起こしてもらうまでしっかり寝ていました。どのくらいの時間寝ていたのか今でも分かりません。周囲を見ることもできないくらい恥ずかしかったことを覚えています。今でも会議中は眠いので成長してなくてすみません社長。ではでは今日もちばりを、カッパさんありがとうございます。カッパさんすごい、開始10分で眠っちゃったの。もう相当緊張してたんでしょうね。ね、緊張して眠たかったのかな。もうね、ついてほっとしたんだろうな。ね、前日も緊張で寝れなくてかもしれないね。どのぐらい寝てたか、まあ恥ずかしいね。まあでも分かりますよ気持ちは。うん、起こされたのがやばいね。でね。今どこまで進んだんだろうみたいな、今どこにいるんだろうみたいな、あちょっと恥ずかしいですこれもね。ありがとうございますカッパさん。そして続いてダブフェのお二人さん、皆さんハイサイ、今日もラジオ楽しみですね。ところで今日のメールのテーマの恥ずかしかったことですが、たくさんあるのですけど、仕事中ずっとチャック開けたままだったこととか、仕事中営業カバンを忘れて営業に出かけたこととか、あとは以前病気して入院した時にとても可愛い看護師さんから私の大はいはいストップストップストップはいストップアウトですこれ。大体想像つきますこれ、ダディさんからですね。はい、はい、ダディさんありがとうございました。ありがとうございました。なんかよくねチャックは、はい、ちょっとあるあるですよねこれ。うん、男性はね、よくあると思います。これ経験あると思いますけども、あります、ある、まずあるあるある。ああいう時はなんて言ってこう閉めるの、わざと開けてるよって。あ、ごめん開いてたっていう。あ、ごめん開いてたっていう。あ、そっかそっか。自分は僕だったら、あ、これわざと開けてるんだよっつって。マジかよ。涼しいのにっつって。ギャグでね、押し切ります。ということでありがとうございますダディさん。はい。じゃあまずたくさん恥ずかしい出来事、恥ずかしかったことあると思うけど、ある？いや最近で言えば、このダブルフェイスのチャービラ祭の第1回目の放送を聞いたとき、そうだよね、もう恥ずかしかったよね。恥ずかしかったね。恥ずかしくて聞けなかったよね。聞けなかったね。もうなんだろう、緊張しすぎて何を喋ってるか分からないぐらい、もう本当にね、もう編集してくれたおかげでまだ聞けるんだ、まだ聞けたんだけど、分かる分かる。もう本当にね、あれちょっと恥ずかしかったですね。恥ずかしかったね、うん、僕の恥ずかしい出来事たくさんあるんですけど、昔、小学校の時にね、はい、父ちゃんの車でこう車乗ってて、こう外から歩いている友達を見かけたんですよ、で車の窓を開けて、で後ろから、おーいって大きい声でね、おーいって友達の名前呼んだんですよ。はい。で通り過ぎた時手振って見た時に、全然違う人だったんですよ。全然違う人だったんですよ。そのままバイバーイって言いました。もう知り合い感覚で。知り合い感覚で。もう相手からしたら誰？誰？っていう、もう僕は友達ですって、もうなりきってました。もう押し切ったんだね。押し切ったバイバーイって言いましたからもう恥ずかしかったですあれ。
そういうね恥ずかしい出来事皆さんたくさんあると思いますけども、またメッセージ募集しますので、はい、皆さんメッセージどんどん送ってください。次の、うん、テーマは、うん、何かで発表するのかな。またインスタかインスタで、うん、ね、ワンセブンのインスタインスタワンセブンのインスタタイムラインタイムライン、はい、載せましょうかね。はい、はい、よろしくお願いします。ダブルフェイスとユンタク足場のコーナーでした。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。 NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。何食べたい？お肉。牛角カルビとダブルタンボ。黒糖さつバター。おいしい。ラーメン食べるか。ライス食べたい。おいしい、やってる。牛角宜野湾店好評営業中。子供から高齢者、障害のあるなしに関わらず、地域のみんながつながり安心して暮らせる地域になりたい。宜野湾市社会福祉協議会では、あなたの困っていることや不安なことをみんなで考え、話し合い、つながり、見守っていく地域支え合い活動委員会、そして中学校区エリアの協議体があります。みんなが支え合える地域づくりを一緒に取り組んでみませんか。生活に困っていることや地域づくりに興味がある人など、お気軽にお電話ください。 892-6525 宜野湾市社会福祉協議会。交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか。お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。ダブルフェイスのチャービラ祭をお届けしています。続いてはこのコーナー、ダブルフェイスのアマハイクマハイチャービラ祭。このコーナーでは素敵なゲストにさまざまなお話を根掘り葉掘り聞いて、その方の魅力を引き出すコーナーとなっております。本日のゲストご紹介いたします。ハンドメイド M のオーナー中本美佐さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、簡単に自己紹介のほどよろしくお願いします。はい、宜野湾市普天間でハンドメイド雑貨を扱っているお店をやっております、ハンドメイド M の中本美佐と申します。ありがとうございます。普天間。普天間です。はい、うん、僕がですね、普天間にめちゃくちゃゆかりがありまして、はい、もう何年前かな、もうなくなっちゃったんですけど、はい、コハグラ豆腐店っていうのがあって、コハグラ、あ、はい、普天間中の近くにあった、はい、豆腐屋さん、はいはい、親戚なんです。あ、そうなんですね。それに、はい、あの僕の母方なんですけど、はい、普天間です。あ、まさかのゆかりのあるじゃん。で、僕コハグラなんですけど、今更なんですけど、はい、あの普天間のコハグラです。普天間のコハグラ、はい、っていうと、あの辺あのシャディとかある。あ、はい、あの辺コハグラめちゃくちゃ多いんですけど。あ、そうなんですね。みんな親戚っていうつながりがありまして、これも何かの縁かなそうですね、思います。本日はどうもよろしくお願いします。お願いします。ではではでは、早速質問をいくつかお願いしたいと思うんですけども、一つ目、この職業を選んだきっかけ、はい、お願いします。もともと私じゃなくて、姉といとこがこのハンドメイド雑貨をやってて、イベントとかも出てたりとかしたんですけど、私も出産を機に息子のこのよだれかけとかを作ったりすることがあって、それで私もちょっとハマってしまって、もうみんなで、じゃあ姉妹といとこみんなでなんかお店できたらいいねって話をして、
私がじゃあお店開こうみたいな感じで、うん、やりました。この職業についてみたいな感じで、なんか本業としてじゃあもともとは別の仕事をしてて、はい、でちょくちょく自分の手で、そうですね、はい、何か作る、はい、じゃあやってみよう、やってみようみたいな、そんな中で、ね、よく、うん、お店を開こうと思いますね、はい、なんかもともと昔から作るのとか好きだったんですか、はい、あでもそこまでです。ミシンとかも触ったことなくて、はい、ないんですけど、うん、なんかできるかなと思って挑戦してみたら意外とできたっていう、なんか、うん、すごくないですか、はい、なんかいろいろちょっとインスタで見たんで拝見させていただいたんですけど、はい、いろんな、はい、なんかグッズというか商品見たんですけど、すごく綺麗なものとかカラフルなものとかいろんなのがね、はい、あのなんていうんですか、いろんな商品ですか、はい、見たんですけど、あれも全部手作りですよね。そうです、私じゃなくてまたいろんな作家さんがいて、はいはい、その方たちの手作り作品がいっぱいあります。なるほどなるほど、はい、結構数豊富だったので、はい、うんうん、ね、あの女性の方とかには人気そうなものがたくさん、ね、はい、で飽きそうにない、もう一日中店内いても飽きないんじゃないかというぐらい豊富でしたね。結構いっぱいあります、うん、はい、ね、いろんな種類があって、うん、このいろんな作家さんのものを集めて店頭で販売している、はい、販売方法っていうか、これどういった感じなんですか。あ、なんかレンタルボックスって言って、レンタルボックス、このボックス貸しっていうんですかね、はい、1ヶ月いくらみたいな感じでボックスに作家さんの商品置いてもらって、うん、でレジで私たちが販売するみたいな感じっていうんですかね、なんか、はい、なるほど、店内にボックスがいっぱいある感じです、はい、簡単にこのお問い合わせいただいたらもう簡単に販売が可能っていうことですか、ね、そうです、契約して私たちと契約して、うんうん、みたいな感じで、あ、はい、あそうだったんだ、店舗を開かなくてもみんなの目に泊まれるような仕組み作りをされていただいてて、はい、何人ぐらいいらっしゃるんですか。今何人かな、80人ぐらい、うん、多分います。すごいですね、ちょっと予想の10倍ぐらいいるな。ね、インスタ僕も見たんですけど、はい、何いらっしゃるんですか。結構います。すごい、あそれでもいろんなジャンルっていうか、はい、いろんなものあります。見てて全然飽きないっていうか、はい、こんなにあるの。うん、ね、思いました。思いますよね、私も初めて見るものとかいっぱいあるので、うん、なんか納品来てくれて作家様が、うん、何これとかやっぱあるんですよ、超すごいとか、うん、手作りなのこれとか思うこともやっぱあったりとかするので、結構やっぱすごいです。なんか、はい、ハンドメイドがすごい、すごいですね、はい、我々男なんで正直雑貨屋さん行かないんですよ。いか、うん、でも男性客多いですよ、意外と一人で来る方とかもやっぱいて、彼女さんとか娘とかにプレゼントとかで買いに来る方が何人かいます。あ、なるほど、うーん、結構いろんな種類がありますからね。結構あります、はい、こういったものちょっと人気だよっていうのあります。今からの時期だとやっぱ夏に向けてアクセサリーとかピアスとかがやっぱ出始めてきてて、はい、うんうん、はい、って感じかな今、うん、はい、ピアスだけでもすごい数ありそう。ありそうです、そう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 、乗ってましたもんね、インスタにピアスとかも。結構ピアス作る方多くて、ね、でも絶対被らないんですよ、なんかこのデザインっていうんですかね。あ、そっか、もう全部一点物になるので、もうアイディアがすごくて、世界に一つだけの、はい、あって感じですね、はい、あそうか、手作りだからそうだね。はい、ほー、店舗に行って、はい、ちょっと何を買えばいいか悩んでるんですけどっていう相談も、あ、もう全然大歓迎です、はい、一緒に考えます。じゃあぜひぜひ男性の方もね、こういったものに興味を持っていただいてね、うん、女性にプレゼントしていただくとめちゃくちゃ喜ばれるツールの一つに、はい、なりますね。もうぜひオリジナルですからね、はい、うんうんうん、この M さんをご紹介するまで、はい、雑貨の座も全然わからない人だったんですけど、はい、あ、興味が湧きました。湧きました、湧きました。ぜひ来てください。はい、お伺いいたし、したいと思います。うんうん、ではではでは、この雑貨屋さんのハンドメイド、はい、M さんの中本さん、はい、仕事中やりがいを感じる瞬間。感じる瞬間は
なんかやっぱ私の商品じゃなくても作家様の商品でもお客様がめっちゃ良かったよとか、また買いに来たよとか言ってくれたらもうやりがいやっぱ感じるのと、やっぱ手作り自分が作ったものが売れるってなったら、売れた時っていうんですかね、はとってもやっぱ嬉しくてやりがいを感じる瞬間かなっていうのと、また売れたら作家様も売れたよとかやっぱり分かった時は、あ、連絡作家さん売れましたって言った時の作家様の喜んでくれた顔とかが見れたら私たちも嬉しいなっていうのがとっても、はい、そうかそうかそうか、直接購入してくださったお客様のお言葉はもちろん、はい、それを伝える時の他の作家さんの言葉もあるのか、はい、どっちからもやっぱり嬉しいっていうのが出てくるので、もうとってもそれもやりがいあります。あ、それ嬉しいですね、はい、まあ、そっか、なるほど、もう一つだけ、世界に一つだけというのが結構魅力的で、うん、僕も何か作るのは好きなんですけど、あ、はい、そうそうそう、あ、作られてるんですか。そうなんですよ、でさっき、まあ、不器用だとは思うんですけどだけど作るの好きで、はい、いろいろちょっと作ってまして、で、あのこの間、あの王子子、王子子ってあの獅子舞あるじゃないですか、獅子舞を作ったんですよ、ちょっと大きいのですね。そうです、あのよくなんかあの動くやつそうです、はい、2人がかりでやるやつです、あ、2人で、はい、あれって手作りでき、手作りできます、できるもんなんです。できます、すごい規模が違います。あとあの小さい小獅子、あの手に持つ獅子なんですけど、はい、あれを掘ってすごい作るの好きなんですよ。めっちゃ手先器用じゃないですか。いや、器用ではないんですけどねでも作るのは好きです。すごいです。そうなんですよ、なのでこのさっき言ったアクセサリー、このピアスとか、はい、それもあの今100均とかに、あ、わかります、あの在庫、はい、在庫ってこの自分で作れるのがキットみたいなのありますよね。あれもちょくちょく見て何か作れないかなって自分に思うんですね。あの、うん、僕も片方耳開いてるんですけど、あ、はい、で、あの男性用で何か作れないかなっていつも思ってて、あ、もうぜひそう作ってみてください。男性向けがやっぱなくて、私たちのお店時代に、そうなんですか、一応あることはあるんですけど、ほぼもう 98% ぐらいやっぱ女性向きとか子供向きなので、うんうんうん、はい、男性なんか男性用っていうのがなかなかないです。でね、うん、あ、ないですか。ぜひピアスを作ってみたい。お、幅が、はい、そう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 、ね、男性でもね、足が運べるような、はい、ね、なんか商品があったら、ぜひあったらいいです、うん、めっちゃ、ね、はい、そうそうそう、だからなんか作れないかなと思っていつもなんか男性用のね、はい、そうそう、 あのアクセサリー、こうネックレスだったりとか、はい、女性用って可愛いのたくさんあるじゃないですか。 あります。で、こうお花だったりとか、うん、でも男性ってね、なかなかそういうのできないんだけど、はい、かっこいい何かできないかなっていつも思ってて、はい、そうそうそう、作るの好きなので、あ、もうぜひ、あ、ね、お店にも資材置いてるんですよ、うん、はい、このアクセサリーとか作るためのなんかキットっていうか、うん、なんパーツ、はいはいはい、あ、パーツ、パーツ、なんかこの丸カンだったり、うん、このチャームだったり、はい、なんかいろいろと売ってるので、あ、じゃあお店に行けばそこ選んで、あ、はい、選んで自分で作るみたいな、あ、いいですね、いいですね、はい、なので作家様も結構来店してくれて、資材買って帰るとかもできるので、はい、あ、じゃあね、あの自分でこの選んで、はい、でお家で自作して、はい、あ、いいですね、これ、はい、なるほど、なるほど、パーツがあるのね、はい、あります。あ、じゃあ、じゃあね、M さんのところに行けば、うん、ねえねえねえ、はい、パーツが揃いますから、はい、ぜひ、うん、じゃあ彼みたいにちょっと作ったことないんだけど作ってみようかなっていう作家さんへのデビューきっかけにも、はい、貢献してるんですね、はい、うん、相談されたら一応こんな感じで使うよとか、はい、なんかこんなって作りたいけどどんなしたらいいとか聞かれて、分かる範囲は教えたりとか、うん、おお、まあ、一応本当に分かる範囲はい、はい、まあ、教えてます。じゃあ我々ダブルフェイス の, あのグッズお願いします。あ、ぜひ、ね、僕グッズを作る、まあ、いろいろ作らせていただいてるんですけど、はい、ぜひ僕たちのオリジナルの、うん、ダブルフェイスのグッズをグッズ、ね、はい、世界に一つ一つのグッズを、ね、作ろうかな、ね、ぜひぜひ、ね、作ってください。あ、いいと思う、ね、ちょっと真剣に考えましょう。真剣に考えます本当に。うんうん、お手伝いします、うん、あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。いや、嬉しいですね。やったやったいや、嬉しい嬉しい。いろんなやりがいを感じる瞬間の話からここまで発展したな、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあここでちょっとワンクッションと言いますか、うん、はい、ここまでの
人生の中で、はい、ミサさんが影響を受けた曲を何か1曲紹介いただけますか。はい、はい、曲名から。あ、はい、あ、レッカのスタートラインって曲なんですけど、うんはいはい、私もともとレッカのファン で、うんうん、で私が高校の頃に受ける検定、うんうん、私ちょっと農業高校通ってたんですけど、うん、そこでなんかフラワーの検定があって、初めて受けるこの大きい検定の時にこのレッカの曲をずっと聴いてたんですよ、うん、その時にこのスタートラインとでの曲も出会って、うん、もうなんか検定の練習とか検定中もずっと頭の中に流れるぐらいなんか印象のある曲、何か始めるときに聴く曲みたいな感じになってて、うん、っていう感じの曲です。お、元気が元気がもらえる曲で、前なんか心配事ってあるじゃないですか、初めてやることに対して、うんうんうん、それに対しての心配事もあるけど前向いて頑張ろうっていう感じの曲で、うん、なんか励まされるみたいな曲。あ、いいですね。毎回ゲストさんにこの曲、はい、こういった感じで紹介していただいてて、はい、こういうお話を聞いた後に聞くと、はい、やっぱり深みが増すっていうか、あ、もうジャンルも今まで全部違うんですけど、はい、やっぱりこの一つ、はい、こういったお話があるとめちゃくちゃいい感じです。 ありがとうございます。ありがとうございます。でももう15年ぐらい前の曲なので。いや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 、今聞いても新鮮だと思う、はい、それではお聞きください。レッカでスタートライン。レッカでスタートラインをお届けいたしました。それでは最後の質問です。今後の夢についてお願いいたします。夢は今お店やってて、うん、作家さんもお客様も私たちもみんなで楽しめるお店をもっと盛り上げていけるようにしていきたいなと思います。いろいろ方法というかあると思うんですけど、はい、この経営者様的な目線で言うと、喋、はい、れる範囲でなんか何をどうしたいかなってありますか。何をどうしたい、多分今のお店の体系がいい感じだとは思うんですけど、はい、あ、これをなんかレンタルボックスって無限にあるんですか。はい、一応お店は今100ちょっとはボックス準備してて、一応、うん、は作家さん募集はしてる状態なんですけど、はいはい、そうですね、100できれば100人超えたいなっていうのはあります。100、いい夢ですね。そしたらやっぱ誰が来てもジャストな商品が出会えるように、あ、さっき言った男性向けがやっぱないので、男性向けの作家様とかも来てくれたら嬉しいなっていうのもあるし、はいはい、本当にここ来たら何でも揃うじゃないけど、欲しいものが手に入るみたいな、うん、っていうお店になれればいいなみたいな感じです。おなるほど、いいですね。誰が来ても、はい、ね、あ、これ好みがあるっていう、ね、はい、いいですね、はい、ぜひぜひ増やしていただきたい、はい、楽しみですね、はい、もう同じ普天間なので、はい、ぜひこれからもよろしくお願いします。お願いします。じゃあちょっとお店の詳細を、はい、あ、場所とか、そうですね、詳しくお伺いしたいと思います、はい、場所がどこって言えばいいんだろう、あらどこから説明した方がいいんですかね。普天間のこの大きい通りを小座向けに行くとしたら、この神宮のところの T 字路を右に曲がっていただいて、はい、龍坊があるんですけど、はい、龍坊を過ぎた信号から右に曲がってもらうと、うんうん、普天間市場、うんうん、肉屋さんとかがある市場の方をそのまま過ぎて行ってもらって、うん、3個目ぐらいの角かな、はいはいはい、ぐらいにあります。おちょっとざっくり過ぎてるんですけど、あ、ちょっと中に入っていく感じ、ちょっと中道の方なんですよ、うんうん、なんか普天間産区公民館で検索してもらえればそこの十字路になります。公民館のすぐ近くという、もう本当に公民館の近くで、一応この道沿いにあります、この市場の道沿いっていうんですかね、この、はい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 、年配の方だと中村商店を目印にしてもらえれば分かりやすくて、うん、っていうなんかやっぱなんか、はい、重箱とか売ってるお店、うんうんうん、分かりますよ、地元の方だったら分かるかなと思うんですが、
そこを目印に進んでもらうとあります、うん、お店が。なるほど、はい、地元の方は今のお話はめっちゃ興奮してると思うんですけどあの本土の方も聞いてるんでですよね。あのちょっと住所ってあります？住所あります。あ、お願いします、はい、そうですね、住所を、はい、宜野湾市普天間 2-7-11 になります。の1階、うんうん、はい、そちらで検索していただければ出てきます、はい、あと SNS はインスタ、はい、そうです、ほぼインスタでやってて、インスタでタイムラインとインスタぐらいかな、うん、はい、うーん、でもメインがもうほぼインスタでやってるので、なるほど、ぜひぜひ皆様検索よろしくお願いします。お願いします。喋れる範囲でいいので、はい、価格帯といいますか、どれくらいなんですか？雑貨の知識がなくて。あ、でも本当にピンキリっていうんですか、うんうん、なんですけど、ピアスに関して安くて300円とかもあったりとかするので、高くても2000円いかないぐらいのピアスとか、あと布物とかもあって、小物、ポーチとかもあったりするので、もそれも本当にピンキリなんですけど、大体もう雑貨に関して300円前後から、高くてもカバンとかで3000円とかかなって感じです。カバンもあるんだ。カバンもハンドメイドのカバンがあって、はい、作ってる方がいて、はい、はい、何でもありますね、やっぱり。何でも、はい、行こう行こう行こう。え、結構じゃあお手軽価格で、はい、あります、ね、はい、え、じゃあ誰でも行ける、本当に、はい、ね、何でも揃ってる感じです。一応、うん、駄菓子も置いてて。駄菓子？駄菓子、子供たちだけでも遊びに来れるように駄菓子も置いてて、はい、あ、いいですね、はい、あ、あのちょっとインスタで見たんですけど、なんか地球グミみたいなのもありました、ね、はい、あ、地球グミもあります、はい、で子供に大人気ですもんね、今。めっちゃ人気で、問い合わせもすごいです。問い合わせもすごい。ありますかが結構多くて、在庫がね、はい、少ないっていうか、この人気すぎて、はい、今ね、入荷ができなくて、入荷ができなくて、はい、あれ一つ200円ぐらいしますもんね。結構し、はい、します。結構しますもんね、はい、うん、あれ僕も一度食べたんですけどお口の中がもう青くなる。うん、結構子供たち好きなみたいで。子供たちは好きですよね。ね、うん、何、子供たちこんなの好きなんだって、この味好きなんだって思って、本当に大人の方は多分一回食べたらもうちょっと濁します、ね。ああ、こういう味食べてるのかってなりますよね。はい、ね、そう、大人気なんですよね。大人気です。地球組とかも置かれてる。はい、いろいろなね、お菓子も置いてるということで、はい、いいですね。あの、お店自体、このなんていうんですか、もうここ固定です、あのお客さん来る感じで、はい、なんか例えばですけど、商品を持って外に出て販売しに行くとかはないんですか？ あります、このザ、ハンドメイドのイベントとかでよく出店させてもらってて、うん、はいはい、はい、イベントとか、イベントとかでやったりしますか？最近、はい、先週 日月、うん、3連休の日月はイアスの方で出店、イベントがあって、うんうん、イアスの方で出店してて、はい、また今週日曜日がサタンドームでハッピースマイル雑貨市っていう、また何百人かな、今週、今週、皆さん今週ですよ、今週、はい、日曜日にあります。おお、その雑貨市にも出させてもらってて、はい、はい、もう一度、もう一度いいですか、今週の日曜日のチャタンドームで、チャタンドームで、はい、あります。ありますので皆さんぜひお越しください。もう 100以上の多分出店者がいるみたいなので、楽しめると思います。はい、沖縄って結構こういう雑貨屋さんといいますか、盛んなんですか？結構イベントあります。ある時は毎週毎週、なんか1ヶ月ある時もあったりとかするので、作家さんも相当な数いるみたいです。多分、はい、もしかしてこの中で増えちゃったかなあ、それもあります。手作りでこう、はい、ね、はい、やっぱりそういうのもあるかもしれない。多分自宅 で, 自宅でなんかできる、うんうん、仕事ではないけど趣味の範囲でって感じの。なるほど、なるほど。じゃあ今週の日曜日でしたっけ？日曜日、はい、あります。はい、ぜひ皆さんお越しくださいよろしくお願いします。いやー、すごいいいね、うん、雑貨だよ、ね、もうなかなか足運ばない、男性はなかなか足運ばないけど、うん、でもね、女性の方は絶対こう好きではないですか、こういうのって。好きでしょ、うん、家族ズレとかね、はい、ぜひ見に行っていただけたら嬉しいですね。はい、ぜひ来てください、うん、はい、ぜひ行きますよもう本当にすごい。
ありがとうございます。ありがとうございます。素敵なお話、誠にありがとうございました。ハンドメイド M のオーナー、中本美沙さんでした。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。中本美沙さんね、うん、本当に素敵な方でしたね。本日も素敵なゲストさんでございましたね、うん、今週の日曜日はい、はい、タンドーム、うんうんうん、でこのイベントが開催されるということで、時間ね伝えること忘れてましたので、大体10時半、午前中10時半から11時って言ってましたね、からスタートって言ってたので、皆さんね、うん、その辺の時間帯にこの辺うろうろしとけば何かしらやってるよとは言ってたんで、うん、ぜひね皆さん足運んで見に行っていただけたらと思います。中本さんね、ありがとうございました。本当にでここで、うん、僕たちねもうこのラジオ放送始まってからずっと告知していた、はい、郵政太鼓、はい、20周年記念公演、無事終わることができました。ありがとうございました。皆様ほっとしましたね。してます、うん、もうなんか体も、うんうん、今は徐々に回復して、はい、もう終わった直後はもう腕も足もパンパンで、うんね、疲れも結構あったんじゃない？だいぶあったよ、ね、もう頭もパンパンだったし頭もパンパンだ本当にね、皆さんありがとうございます。もう結構もう何年前かな、ずっと稽古してて、うん、でコロナで2年間ねずっと延期になってようやくできた20周年記念公演だったので、もうかなりね、もう前からかなり前からもう練り込んで作り上げたので完成度がね結構高くて、うんうん、で沖縄でね終わらせるのはもったいない気がして、うん、今年中ではね他のどこか沖縄以外で回れたらいいかなって、まあ、個人的に思ってるんですけど、確かにね、うん、もったいないじゃない、うん、沖縄だけで終わるのは、うん、だからまあ五大都市ツアーみたいなねなんかどっかで聞いたことあるところだなんかで、うん、どうでしょうか。ああいいと思います。夢ですけどね。まあ今年中で本当にね1回でもいいから県外から出て、うんうん、まあ、コロナがね落ち着いていればの話ですけどね、うんうん、ぜひねやりたいな。そうですね、もっとねたくさんの方に見ていただきたい。そうで我々歌だけじゃないですからね、はい、うんうん、いろんなのありますよ。もう本当に今回のいろんなシチュエーション、うん、歌だったりね太鼓それから獅子舞、空手とか古武道とかですね、あとなんだろう旗のパフォーマンスだったり、うん、いろいろね豊富でしたので、うんうん、ぜひこれをもう全国どころか本当は世界行きたいけどね、うんうんうん、もう夢は世界ですけどね。まずは沖縄から出て一度でいいか今年中一回ではいいか、うん、やりたいなって思ってますけど、珍しいねこんなに、なんか余韻に浸っていいよいいよしてる相当良かったんだ。やって、うん、10周年記念やった時に、うん、やっぱりまだまだ力不足というか、うんうん、で見せられるものではなかったのかなっては思ってたんですよ、うん、10周年やった時ね、はいはい、でそれを踏まえてやっぱり20周年では同じ思いをしたくないと力を結構入れてきたので20周年ではね結構本当に作り込んだので、うん、もういろんな方に見てほしいなっていう。エイトニーがここまで言うなんて、うん、本当に、ね、うん、これからどん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 ね成長して、うん、また、はい、さ25周年30周年までもつかな体が持てばね、うんうん、その可能性あるんで、うん、次10年後じゃなくて、うん、5年だったり3年とか刻んでいこう、うん、そうだよね、そうそうだよね、そうしていかんときつい、うん、あと10年後って本当にどうなってるかわからないからそうだよね、うん、動けるかどうかもね、ここまで、う
いや結構ハードな動きもしますのでね、ぜひもう流星でこう皆さんね、はい、本当に、今回は皆さんのおかげで成功することもできましたので、本当に皆さんはありがとうございました。じゃあ一つ、うん、ここまでエイタニが言うのは珍しいので、うん、せっかくなんで、うん、こちらアストレア、アストレア、はい、公演の DVD 販売します。おお、ブルーレイとしても販売します、うん、はいはい、ぜひこちらのお問い合わせは、うん、我々が所属している株式会社オフィス流星、流星の方に問い合わせいただければ購入できますので、はい、ぜひともよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは本日はこれにて結びとさせていただきます。ライバージャパンプレゼンツダブルフェイスのチャービラサイ、お相手はダブルフェイスのエイちゃんとマーサーでした。また来週お会いしましょう。またやーさーい。